こんにちは、穴口恵子のハッピースピリアルライフにようこそ。今日もご視聴いただきありがとうございます。まあ昨日から今日にかけてですね、私はあのゼニアライ弁天というね、えー、鎌倉にあるんですが、そこに七福神が祀られていて、で水の神様がいて、で本当にね、えー、弁財天ですが、もう奥のみってあの行ったことありますか？ 本当にお札をね洗うざるがあってそこでざるにお札をべちょべちょにして洗うんですけれどもなんとそこの社務所にはちゃんとね洗ったお札を入れる袋まで用意されていたりとかですね私はなんか、えー、今度ねつな、えー、がる今度、えー、21日に実際に、えー、小規模のバースデーランチ会をしてで友人の和田弘美さんの、えー 講演会に一緒に行くというね、ちょっとなんか学びと本当お祝いと学びを一緒にしたような、えー、企画をしました。えあのもしえっとあと何席か残ってると思うんですが、ご希望の方がえいましたら備、えー、考欄にね、えー、実際に概要欄ですね、えー、書いてリンクを貼っておきますね。で今日なんですけどやっぱり私こ,この格好をなぜしてるかというとですね、本当にこうシチ人とのねプログラムをして えー、昨日の夜してで、えー、動画も作って、えー、これから皆さんにお渡しする準備をしているんですけれどもなんと本当にこう日常の本当に生活の中にこう七福神って本当に入り込んできてくれていていろんなこの話を、えーまあ、今日もしているんですけれどもまあ七福神の中でねやっぱり皆さんがすごく、えー つながりやすい神様となんかなかなかちょっとご縁がなかなかないなっていう、えー、七福神のメンバーいると思うんですよねであ私の中ではですねあの実際にあの福禄寿というねなんかこうどちらかというと寿、えー、老人と本当に間違ったりとか同じような存在のように、えー、感じるわけなんですけれどもでも今日ねすごく話し込んでしまいまして。 えーはい、福寿とでこの福禄寿ってあまり聞かないですよねほら恵比寿神とか大黒天とか弁財天っていうねあと布袋ンとか結構ねあと毘沙門天とか結構聞くけれどもでもその,あの福禄寿という存在が私にあいやち,ちなみにどんな存在かというとねえ今日はその人その福寿の話の続きやりたいんですけどこ,うこんな長いこう ツルツルの頭すごい長い頭してて長い、えー、白髪のひげ、えー、を生やしていてでこの手にはこう巻物を持っていて杖を持っていて、えー、そしてあの私に教えてくれたことはやはり、えっと、この地球上で大切にしていることは何かなって言われた時にあやっぱりあの人は宝ってね 子子が生まれたら子だからにに恵まれるというようよなんか私にとってはこの地球上でもちろん自然界とか全部ひっくるめて大事なんですけれどもそんな中で同じ人間として生まれた人が宝物として扱うことが大事かなっていう話がう弾んでてそんな中でこの2024年はやはり自分という存在の深みをさらに味わうために人との関わりを、えー 実際にはかななり密にししさいといとうメッセージが来ましたで人とのつながりを密にすることによって自分自身のまだ気づかなかった、えー、自分のこうなんか持ち味とかえそんなところを重宝してくれるんだとか なんかまるで自分自身っていうのはやはり限られた視点で自分のことしか見てなかったんですよって言われててで結局こう得の話、人望の厚い人は、えー、宇宙連合の光の最高評議会にもやはりこのすごくつな、えー、がりやすいし人望の厚い人ってオーラを見てもこう円満でご機嫌波動が高い。 わけですよ、ね、あなるほどそういうことかっていうことを本当にあの中国人のメンバーの一員のね、えー、福禄人と話してすごく分かったんですね。で、えー、やっぱりじゃあ私たちが本当にじゃあどんなふうに人徳を得るかというと誰かののよよううにっていうのはないんですよ例えば今ふっとはあの、えっと、浮かび上がった人がいるんですけれどもえっと 京セラの、えー、稲森和夫さんでしたなんかすごく人徳のある方だなっていう印象が私の中に記憶の中にあってじゃあその人だけが正しい、えー、この在り方を示してるかというとそういうわけでもなくてですねやはり人望が厚いとか人徳がこの、ね、ある人というのはやはりどういう人かというとねそもそももっと深く掘り下げていくと まあ全工程をこう自分にしているかどうか要はもっと角度を変えるといろんなね自分自身が体験したりとかやったことも、ね、結局全部が100点満点の100でなかったとしてもその点数がどうであれ自分自身がやったことに対して否定しないだけれどもその自分自身がやって行動を起こしたことに対して じゃあさらに自分が、えー、この自分にとっても周りにとっても本当に、えー、最善になるためにどんなことをするかということをまた決めて実際に、えー、行動を起こすだからすごく自分自身の人生の体験すべてをねこれ言ってるなって思ったんですよだからあなたの今の人生これまでの人生でもあここが、うん、問題だったとかあのあのことさえ しなければとかいろいろ後悔する部分ってあるかもしれないけどでも後悔よりも大切なことはこの人生にすべてのあなたの体験をどう生かしそして、えー、自分という存在を本当に全肯定して あげられるかでそこからですね本当に良い気分で日常自分が過ごすために、えー、どんな風に自分が、えー、過ごしたらいいかっていうところにフォーカスを当てた時に、まあ、自己愛が、えー、満ちている状態っていうのはやはり、まあ、ご機嫌気分気,気分が、えー すっきりご機嫌でえ楽しいでそうすると自分の、えー、表情にも出てくるわけですよね顔の表情に目が輝いて目力があるそして微笑んでいる、ね、そして行動もやはりそれに、えーえー、合わせて行動する。 まあ、シンプルですけれどもやはり人との交流の中で、えー、自分自身が、えー、本当に、えー、楽しんでいるかどうかそしてまた自分が楽しみながら相手が喜ぶことをしているかどうかというところでやはり人徳があり人望が厚い人で人望が厚い人は高周波でありこの本当にあのいろんな、えー、目に見えない存在たちからの、まあ、応援もいっぱい来るみたいなね。 シンプルだけどどそれを皆さんはううでしょうやっていますかだからまあこのこの時期にですね移行期、えー、実際に2024年の本格的に始まる2月4日までにはですねやはり自分という存在のピュアなところから、えー、自分自身が本当に喜びを持って、えー、できることからどんどんと、えー、積極的に行動をしていくということがまあすごくその 人,望がでとね、人徳がある存在となっていくことでえ実際に周波数はやっぱりオーラもその状態で分かるしで,で、きっとね吹き出し皆さんの中で、えー、でも私は、えー、人が苦手だし私なんてしょぼいかなって思ったりとかしてもあそういう自分も、えー、あるなって思ってじゃあ自分がどうしたいかっていうところで決めていくそしてあ 私はこういう面で優しいから徹底してこの自分の一番心地よくて自分の人望を深めるポイントって誰にもあるわけですよ。それは笑顔が素敵な人とか、えっとね、え挨拶がすごく、ね、ポジティブでなんか人の気分を上げるとかいろいろあると思うんですよ。 人によってはなんかすごいあのさサクサクってこう片付けたりできる人がいたりとかねそれは、えー、その人の特技でだから結局自分が何気に普段スすっきりしてあ心地いいな気分いいじゃないっていうことを自分のためだけじゃなくて周りの人のためにやってみると楽しんでですよ犠牲自己犠牲を払ってじゃなくて楽しんでやることが実際には 自分自分のさらなる周,周波数を上げる日常の行動になるということなんですね。もうだから今回あの、えー、すごくあの七福神のメンバーとねえっ、ー、と関わってすごい良かったかなと思うのとすごい自分のあ立ち位置とか自分の、えーえー、やり やっていくことが結構身近でこう話せる仲間の一員になった感じがすするんですねなので本当に皆さん、えー、お近くの七福神が祀られている神社にお参りに行きながら、えー、そのご縁をね実際につないで、えー、ニコニコして帰ってきていただけたらまず、えー、いいかなと思いました。はいというわけで、えー、あなたにとっても七福神が身近な存在として、えー ここれかかららもいいることを心から祈っていますそして私は七福神の神様と一緒にさらにまた働きし皆さんが本当に、えー、幸せで喜びで、えー、満ちて豊かである日々がある。 平行現実を選び続けて発信していきたいと思いますというわけで、えー、まだ登録されてない方登録していただいたら嬉しいかなと思います、えー、この番組ではね本当に、えー、宇宙連合の光の最高評議会や神々日本のヤ,ヤオローズの神々も含めて、えー、アセンデンドマスターで,であったりとか天使とか高次元の存在をよりリアルに仲良くなってこの地球そして皆さん 人類がですね、次元上昇していくための、えー、に、貢献していくために、えー、試行錯誤しながら、えー、作っていますが、楽しんでいただけましたでしょうか、今日も、穴口恵子のハッピースピラ,ルライフをご視聴いただき、ありがとうございました。